アッソス、いつもご視聴ありがとうございます。ではドラゴンボール大魔第6話で分かったこと気になったことを8選やっていきたいと思います。まずは憲兵の感じからして、第1魔界とか、まあ、第2魔界のヒトラでも、まあ、強い、まあ、態度をとってますね。うん。かなりいい立場なのかなっていう、かなり権力を持っている立場の、まあ、憲兵なのかなって思いますね。はい。で、次がグリンド人は、木から生まれるっていうね。はい。これ考察当たったんですけど、まあ、その、何が当たったかっていうと、まあ、海洋神とかキビトとか、飲み物しか飲んでなかったんですね。はい。なんでそうしてたかっていうと、木から生まれるってことは、まあ、要は飲み物さえ、まあ、水分さえあればいいみたいな、そういう考察がちょっと当たったんですね。はい。まあ、木から生まれたっていうのはさすがにちょっと想像を超えてたんですけど、何かしらの意味があるのかなと思ってました。食事シーンとかでね。はい。そして同じ木から生まれた、人たちが、まあ、兄弟となる。確か全部で5本あるのかな？うん、その巨大な、木から数百年に一度こう人が子供が生まれてみたいな。で続いてがアリンスはシンよりもまあ年上姉だったという感じですね。はい。シン、まあ、海洋神より先にアリンスが生まれて、でその後に海洋神様が生まれて、でその後に、デゲスが生まれたって感じで、三人兄弟まだまだね、まあ遡ればめちゃめちゃいると思うんですけど、とりあえずはこの三人の兄弟関係は一番長女が、アリンスで、まあ、中が、シン。で、その一番末っ子が、デゲスっていう感じ。まあ、そんな感じだったよね。はい。まあ、さらにはなんかね、性別はないとか言ってたんですけど、何ですかね。そのグリンド人。グリンド人に性別はないって言ってたんですけど、なんか、どう見ても男っていう感じと、まあ、アリンスの場合、完全に胸があるじゃないですか。まあ、変な話なんですけど。うん、ってことは、性別なくはないで、どっちもあんのみたいな、下もあんのみたいなとか、逆に胸も漏れんのみたいな。まあ、科学者だからワンチャン体いじったのかなとか思うんですけど、まあ、これもね、ドラゴンボール Z にこう、ちょっと持っていっちゃうんですけど、海洋神ってさ、それぞれいたじゃないですか。東、西、南、北って。で、そこの海洋神にも女いたんですね。うん。まあ、胸はちょっと確認できないんですけど、明らかにね、女性っぽい感じの、海洋神で。まあ、魔人ブーにちょっと殺されてしまったんですけど、何ですかね。性別なしの設定はいらなかったんじゃないのかなって正直思いますね。ってことで、続いてが、第三魔界は、太陽が2つあると。はい。ということで、まあ、昼が長いって感じで、ナメック星のは3つだったよね。3つだから、なんか夜がないみたいな。なんかちょっとね、ここら辺も似た感じにしたのかな。ちょっとこう、通ずるとこがあるみたいな。で、グロリオは、アリンスの部下だったっていうね。まあ、最初から怪しかったんですけど、グロリオ。ね。カダン王から命令されたのは、まあ、今回、前回、あれで分かったんで違うっていうのは。うん。まあ、完全になんかすぐバレるような嘘をついてしまったのも、なんかちょっと間抜けだなとも思うんですけど、うん。まあ普通に電話してたのがアリンスってことで、アリンスの部下。で、さらにこうちょっと考察するならば、まあグロリオは、この第三魔界で生まれてない。つまりアリンスの研究で生まれた、まあ、いわゆる人造人間的な人造魔人みたいな感じなんじゃないですかね。なんかすごくこう、悟空との戦いで、こう、グロリオのね、魔法がこう、発覚したんですけど、雷を操るっていうね、魔法で、まあ、かなり威力とかも、すごくて、まあ、パンジちゃんしかね、今のところこう、比較対象がいないんですけど、まあ、かなり強力で、で、さらにはね、第三魔界の人たちがつけてる首輪とかもないので、で、第一でね、仕事してるっていうのも、もろもろ込みで、アリンスが作った、生物兵器、なのかな。まあ、ドクターだからね。大体、ドラゴンボールの世界のドクターって何かしらすごい兵器を作ってるわけで、まあ、アリンスの場合はこのグロリオみたいな。まあ、もしかしたらグロリオの他にもね、兄弟みたいなのがいて、そいつら激激にやばかったりするんじゃないですかね。あとはアリンスがなんでこう、悟空たちの宇宙に行った理由とかもまだ謎なので、そこもね、ちょっと気になるところなんですけど、まあ、なかなかね、アニメのペースがかなりゆっくりなので、まだまだちょっとわかんないことが多いんですけどね。アリンス全然出てきてないですよね。はい。ってことで、スーパーサイヤ人に変身しましたね。なんか前回の話でもこう一瞬ね、カダン王のとこで悟空がね、気合
入れて、こう、腕試ししてた部下たちをね、吹っ飛ばしてたんですけど、あの時一瞬ね、スーパーサイジになってたんですけど、なんか今回はね、きっちりなって戦って、あ、やっぱ、スーパーサイジになれるわ、みたいなこと言ってたんで、あー、なんか、半信半疑だったのかな、みたいな。なるまでちょっとわかんなかったのかな、みたいなね。ってことで、やっぱスーパーサイジンかっこいいですね。まあ、結構グロリをね、あっさり倒してしまったので、もうちょっとグロリオはね、強くあってもいいんじゃないのかなと思ってたんですけど、まあ、スーパーサイヤ人を一応引き出せるぐらい強い。まあ、結構強いですよね、それで言ってもね。うん。まあ、多分ね、フリーザ以上、まあ、Z のね、Z のフリーザ以上、セルイカなのかな、みたいな。うん。どうだろう、人造人間ぐらい強いのかな。17号、18号、16号。なのかな？セルン第2形態までは行ってなさそうですよね。なんとなくね。うん。って感じで、第6話でした。以上となります。他にもね、ドラゴンボールの動画いろいろ出しております。これからも出していきたいと思いますので、よかったらね、チャンネル登録とグッドボタン、コメントでご、応援よろしくお願いいたします。励みになります。では、またお会いしましょう。つおつ、バイバーイ。